1番ギータシーズンではこの打順はまずないだろう。何よりも柳田が拒否する。1番ギータは新しい試みですね。やっぱ山川とウォーカー入ってからアキラが外れるともったいない。1塁はアキラなんよ。外野できるけど互いんよね。ギータの1番を楽しみ見てますか。藤本監督、去年の CS であなたが検討した1番柳田2番近藤の片鱗が見える打線ですよ。ほとんどのホークスファンは1番柳田と先発もイネロに気を取られて2番今宮に気づかない。ギータ1番とか面白そうな打順もイネロ先発も気になる。見れないけど1番柳田ヤンキーすぎるだろ。モイネロの先発頑張ってほしい。モイネロの攻撃熱い。ホークスずっと攻撃やん W。 そして1番柳田って何。破壊力からえぐいぞ。上位ならめっちゃ点取れそう。モイネロ先発って違和感しかないけど来季楽しみだな。いよいよモイちゃんの先発が見れるのね。楽しみ。河村くんもスタメン頑張って。クソ久々やんけ。楽しみや。モイネロ頑張れよ。若手とベテランのバランス良くていいな。ご視聴ありがとうございました。